はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はブルーロックプロジェクトワールドチャンピオン動画撮ろうと思います。ということでね、3月の、新キャラですね、リンちゃんをね、とりあえず無凸だけどゲットできたので、今回ね、試しにちょっと一回育ててみようかなというだけの動画ですね。まあレベル50なのですが、まあこれね、このリンちゃんね、今までと違って固有スキルゲットしたら金スキルついてくるよみたいな説明がね、されていたので、ちょっとね、その辺がどんな感じなのか、見る意味でもね、軽く、まあ、さっと流す感じでね、育成やってみようかなという感じですね。金スキル、これだね。星さんの、糸シリンは専用スキル獲得時、金スキル支配を獲得しますよという書き方をしているので、まあ、これが本当だったら、本当だったらというか、まあ、説明の通りの意味なら、今までのね、既存のキャラの育成よりも、金スキル1個分ね、初めから有利と、いうことが言えると思うので、まあ、ちょっとね、育てていってみようかなと。俺とトレーニングだとって言ったね。ちょっとね、どういう編成でいこうかな。ちょっと待って。最近よくやってる練習試合ボーナス重視の形はこれなんですが、そうだな。ちょっとここ一旦リセットして、まあ、シュートメインでいってみましょうか。成長率がね、下半分に寄ってるので、そうだね。まあ、せっかくストライカー潔もね、60になったし、まあ、タイブルーロックマンシュート、練習メインでね、行ってみようかな。まあ、ガガマルもね、ちょっとレベル60に、リンちゃん狙ってる間になったので、試しにね、55との差を使ってみてもいいんだけど、ちょっと、筋トレマシンだとね、上半分になっちゃうから噛み合ってないかな、やっぱり。バローにしようか。あと、一人は、どうしようかなと言ったときに、まあ、無難に言うなら練習試合ボーナスで三笘なんだが、レオでもいいか、賢さアップがあるからね。まあ、かといってね、2個でやっちゃうと、ちょっと、まあ、ミッドフィルダー適性がね、金スキルだからね、ちょっと、それだとってこともあるので、ああ、でも、そうか。金スキルまで考えるなら、ラストスパートよりゴータンのがいいのかな。ゴータンってね、異様に発動回数いいんだよね、スタッツ見ると。で、多分ね、能力を発揮しやすいっていう書き方だから、まあ多分ね、マッチアップ時にも、乱数っていうか、あると思うんだよ。で、乱数の下振れ引きにくいっていう意味だと思うんだよね、あの感じだと。だからね、ゴータンはね、スタメンにする選手にはつけたいなと、最近思ってるんだけど、まあでもそういうね、細かいあれを考えずに、とりあえずっていうことで言うなら、まあ賢さ、アップのね、ボーナスついてるレオの方でもいいか。で、借りるのを、ナギにしますか。まあ借りるのはナギでもいいね、とりあえず。あ、っていうかもう100リンちゃんいる。100リンちゃんちょっと先に見ていい？100リンちゃん、まあ見てもいいって言ってもあれか、これだとわかんないか。借りてね、使ってみないと何とも言えないところだからね。サポート側で見るなら。まあまあまあ、それは後でいいや。じゃあ、こんな感じで試しに、リンちゃん一回育ててみましょうか。まあ原石どもでいいかな。はい、じゃあこんな感じでちょっとやってみようと思います。ということで、ね、行きましょう。ほい。さっさと終わらせて俺は次に行く。さっさと終わらせて次に行くと、ちょ、最初のセリフだけ聞きたいな。あんだけか。はい、じゃあちょっとオートでサクサクやっていきましょう。今日はどうする？まあブルーロックマンシュートから行きましょうか。はい、200%。ほい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 。まあ、とりあえず、育成の方は、普段の感じで適当に、やっていこうかなと思います。まあ、これはどうしようかな。まあ、ドリブル行きましょう。さて、おっと、いいね。ブルーロックマンシュート光る。250% 出る。さて、次は光らなかったら球速入れましょうかね。
あー踏んじゃおあーっとまあまあまあこの辺はしょうがないね。これくらいできない。お、シュート名人早いね。これは嬉しい。あースペレクは踏みたい。はい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 。まあノットバットになっちゃったのでそろそろ休息を入れていこうかなという感じですね。最初の練習試合。はい、オッケー。さて、休息を、まあこれは誰もいないし休息でもいいかな。金だとね基本踏みたいんだけどね。休憩だ。休憩だ。はい。弟はどこだと言っている。なんだこのイベントは。何のイベントだこれ。あれ見たことないやつだぞ。増えたんだっけまた。あ、振り絞りか。今日はどうする。まあ筋トレマシン踏みましょう。はい、200%で、まあ固有のイベントが発生して、固有スキル取るタイミングで金がつくって言ってたので、まあそこまで進めてみましょうか。まあとりあえずシュート練習踏んでグッドになる。次に何も光ってなければ休息いきましょう。これくらいできない。はい、スタートダッシュ拾う。あスペレクは踏みたい。スペルクは踏みたいですね。はい、鋭敏レベル3。お、怪物の5の2ってこれ、あー違うか、5の3か。あーちょっと待って、シュート練習光ってんね。踏んじゃお結構ね踏みたがるんだよね俺は。はい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 、行くか。まあその辺人によってねいろいろあるとは思うんだが、俺は結構アウフルまで踏み抜くことが多い。ノットバットでもスペレクだったら踏んじゃうしとか、そんな感じですね。オッケー、パス名人拾う。お、結構なんか金の習得いいね。あ、スペレクだこれは踏むしかないオッケー。まあまあまあ 120% と、まあ 100% 超えてくれてたらね、ノットバットだったらまあ文句言えんかなという感じではあるし、てかスペレクの 40% とかでもさ、白練習の 120% とかよりでかいからね基本的には。シュート名人スタートダッシュ、パス名人、なんか金の調子はいいですね。ここは光ってないので、まあお布団期待しつつ休息を取りましょう。でもキャンペーン終わってんだよね。はい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 。そうですかそうですかと。これくらいできないと。はい、強靭拾う。今日はどうする。あーこれちょっと迷うなあ。でもそっか、本人の補正もあるし、イメトレのがいいっすねこれは。オッケー。さあこれで、固有スキルゲットしたタイミングで金スキルも通るんでしょ。あ、オッケーオッケー、そういうことだよねこれさ、普通に他の選手より査定線多いってことだよね。基本的に固有が1500なんで、2500勝手に入るってことだよね。だからやっぱね、本体としての性能が高いよね他の選手より明らかに。どうだろうな、凛ちゃんの凸進めたいな。確かにそうなるとやっぱスタメンに凛入るよねこうなると。だからねちょっととね、50無凸のままよりは凸進めたい気はするんだけど、でもね正直ね、いろんな選手強くするためには、サポートだったりね、サポートに入れる方の選手の凸、を進めるのを優先した方がいいとは思うので、まあ、りんちゃんは一応無凸で持っとくだけでもいいのかなとかね思わなくはないんだよね。まあ期間内に、無料で引けるチャンスが来て、そこでねちょっと1枚引いてスーパーチャンスとかだったらね、60とか狙って、追撃とかするかもしんないけど、そうじゃなかったらちょっとサポカとかに取っとくのもありなのかなと。ラッキーお布団、ラッキーお布団来たね。ほい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 。今日はどうする。今日はどうする。
わー、さすがにこれ筋トレなのかな。さすがに筋トレかもしれんが、あれでも活発と鋭敏、あーどうしようかな。微妙だな。1人スペレクか3人、筋トレ普通のやつ、単純に伸びる数値で言うとこっちのが伸びてるか。あー筋トレ不毛か今回は。まあまあまあ倍率もそこそこと。で、お、いいね。金スキルの拾える調子はかなり好調。あれこれで支配以外でも、4つ目かな。おお、支配以外で4つ拾ってるから5つ拾ってるね。これはやっぱ本体としての強さが優秀って感じだね。ほい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 、よし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 。さあこれなんだっけ、まあいいや、上でこれくらいできないとな。はい、まあまあまあいろいろイベント来てますね。これくらいできないとな。はい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 。今日はどうする。さあどうしましょう。エクストリームだが、筋練習がない。まあ成長率だけ見たらね、ブルーロックマンシュート練習でいいのかなという気はしますね。ただこっちでもいいな。54、まあ60、まあ54、60だけど、まあこっち踏むか。でもはい、300出る。これさ明らかになんか金の方とさテーブル違うよね、パーセントの。なんか金とかじゃない練習と金の練習だと、金じゃない練習の方が高倍率はね出やすいんだよね、きっと。なんかそんな気がするとかじゃなく、明確に違う気がするこれは。まあ結局気がするってしか言ってないけど。これはどっちにしようかな。まあこっちか。はい、450。そうなんだよね、金だと450なんてそうそう多めにかかれないからね。はい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 。あ、これはちょっとイメトレ踏みましょうか。で、ベストの間は休息するの、なんかもったいない気がしてるので、まあ結局ね、倍率出るときは出るからね、ベストでも。なので、まあ基本的には、このまま突き入っちゃう感じで言ってますが、っていうか結構適当に喋りながら育ててる割にはやっぱ高いね。まあ金スキルがね、1個、違うからね、そこがでかいのはでかいんだろうね。捨ての伸び的にはどうだろうな。これはちょっと待って、47、あーこっちのが伸びてんな、こっちのが伸びてるな。シュートの鬼突破口、パス上手奮起、いやこっちこっちにするか。これくらいできないと。まあ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 、おそらくね、練習試合ボーナスの、おっと限界突破も拾える。練習試合ボーナスのね中心にしたチームで組むとね、またスピード特化のリンちゃんとかも作れると思うので、まあ今回はねなるべくキック寄りで、行ってみようかなと。はい、このタイミングでグッドがねちょっと悩ましいんだよね。これはもう休息取らずに最後まで踏み抜いちゃった方が良さそうな気はしますね。でもおっとネゴシエイト、これはなん、これもなんか新しい気がするな。これくらいできない。はい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 、かかってこいよ、かかってこいよと。2戦目終了でね、これであと2回練習なんだけど、このタイミングでグッドだとちょっと休息も選べないし、まあ無理して2回踏んじゃう感じだよね。まあまあ金があれば金を踏むで、ノットバットでも最後は突っ切るということでね。
これなんだ、シュートの鬼のやつか。はい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 。じゃあラストはこれかな。まあ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 、120%そんなもんでしょう。エクストリームでも120は出るからね。あ、これはね、本人に任せて、ステータスの方伸ばしていきましょう。アウフルなるけど、もう関係ないからね。はい、という感じで、まあ、金スキルがね、思った以上に取れましたね。1個、2個、3個、4個、5個、6個、6個取れてる。支配以外でもなんか上振れてんな。ステータスがそんなに伸びてないけど、スキルの方はね、金はよく取れてたんじゃないかなという感じですね。行くか。はい。まあ今回は練習試合ボーナス特化ではないから、この後のボーナスでそこまで伸びないから、ちょっとね、A プラかなみたいな感じな気はしますが、どうだいと、ちょっとね、C プラあるからね。あ、でも金が取れてっか、あ、S 行くのマジか。へえ、やるじゃん。なるほどねと。OK。はい、ということで、まあ、今回はね、ちょっと、無凸のりんちゃんね、初育成してみましたが、まあ、金スキルがね、上振れてたのは間違いないけど、そうじゃなくてもね、一つ余分に取れるのは強いね。他のキャラでやってたら24000で着地してたということになるはずなので、これはなかなか、いや、だからね、やっぱりね、ちょっと本体でしっかり育てる意味でも、もうちょっと、うん、嫁れるなら嫁りたい気もしてきたけど、まあでもね、サポート強化する方がいろんなキャラを強くできるのはあるのはわかるしなーとかね、そんな感じかなー。はい、というわけで、まあ、今回はね、これで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。